千葉市内各地の公民館、それからコミュニティセンター、そして、区役所の掲示板のポスター、そして、備え付けのチラシなどで見かけたことがあると思われます。今日はそのカラオケハーモニーって何という問いかけにお答えをするハーモニカのイベントです。さて、前置きはここまでしまして、改めて、ご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。本日はカラオケハーモニカクラブ第1回定期演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。実を申しますと、ご来場されるお客様は30人くらいかなというふうに予想しておりましたので、このように大勢100人を超えるほどのお客様が来られるとは想像もしておりませんでした。寒い中お足を運んでいただきまして誠にありがとうございます。皆様方のご支援、ご協力を賜り、私たちはここに、第1回定期演奏会、記念すべき定期演奏会を開催することとなりました。特に活動の拠点としている、こちら千葉市療育センター、ふれあい向け、3回のふれあい向けなんですが、療育センターのスタッフの皆様方には常日頃から大変お世話になっているところであります。ここに改めて感謝の言葉を申し上げます。ありがとうございます。カラオケハーモニカクラブは、昨年の1月、私をはじめ、身体に障害のある方を中心にボランティアの方々の協力をいただきながら7名で構成する障害者団体として発足をしたのがきっかけです。その後、広く近隣地域からもメンバーを集い、現在は会員数が倍増している状況です。本日は第1部では私たちのカラオケハーモニカクラブの演奏をお聴きいただきます。クラブの結成から1年10ヶ月、まだまだキャリアばかりですが、私たちはこの定期演奏会に向けて、一生懸命に練習を重ねてまいりました。フレッシュなカラオケハーモニカクラブらしく、今日はみずみずしい演奏を皆様方にお届けしたいと思っております。それから第2部では、友好団体のツインクルスターお三方の演奏、それからゲストの先生方に、得意な演奏曲をご披露いただく予定でおります。私たちが財源の乏しいというよりも、お財布の中が空っぽのような状態の障害者団体ということで、ゲストの皆様方もレベルと、そして交通費も自分待ちということで、出演を心よく引き受けてくださっております。ご来場の皆様方にはどうかそのあたりの事情のご理解をいただき、今日は最後までハーモニカの演奏をお楽しみいただきたいと思います。最後になりましたが、開催にあたり、ご支援ご協力を賜りました、関係者の皆様に、感謝の言葉を申し上げ、そして今後も変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、代表者の挨拶とさせていただきます。
秋山会長、ありがとうございました。